ないのも。呪いと憎しみのチャンネル、史上最低のチャンネル、ネガティブマンチャンネル、ようこそ。昨日ね、ね、部屋の契約更新がね、なんか冷たいなと思って文句を言った動画を作ったんですけど、それでまあね、広げて、そうね、誰でも借りられやすくするべきだとね、怒りを爆発させた動画をね、また垂れ流してみましたけれどもね、一つ二つ言い忘れて、そう、それは何かっていうと、あれですよね、あのネットカフェね、昔っていうか10年前ぐらいが言われてましたよね、あのネットカフェ難民、ネカフェ行ったことないですけどね、おじさんはね、そう、ネットカフェ難民とかね、あんなことがね、起きること自体がね、いかにこの国のね、国というかね、社会というかね、もっと誰でも借りられやすくすればいいじゃないですか、部屋ね、東京空室率っていうか、こうね、なんかアパートでもマンションでも部屋が余ってるみたいなね、ニュースをよく聞きます。実際実感、体感としてそんな気もしますね、僕の近所とかね、うん、そう、それを言い忘れたなと思って、そういう人たちが存在するっていうこと自体がね、冷たい、日本社会が冷たい、何よりのね証拠じゃないですか、というね、重要なことを言い忘れてたなと思ったんで言っておきます。そう、ネカフェ難民が存在するなんておかしいですよね、本当にね、都市圏も田舎ももうね、至る所の家とかアパートとかマンションとかもうパンパンで、もう人が住む隙がないですって言うんならまだね、ネットカフェ難民がいてもしょうがないかなと思いますけど、そんなことないんです、ない、全然ないんですからね、ふざけた話ですよね。とにかくね、労働反対ね、ネガティブマン、そう、あ、言い忘れました、ネガティブマンチャンネルへようこそ。そう、労働反対ね、労働こそ諸悪の根源であるね、皆さん働いたら負けですよって言えるのも、うん、何十年も働いてきたから、何十年も働いたおじさんだからこそ言えることですよね、そこのキモいおじさんと思ってるあなたね、そう、きっとこういう悟りを開く時があなたもおじいさんぐらいになったら分かりますよ、ね、そんな瞬間が訪れますよ。労働しながらね、何かするっていうのはもう何一つとってもね、自分の納得のいくぐらいの勢いでできることなんて一つもないですよ。例えばこの動画だってね、めちゃくちゃ編集をすれば素晴らしい、このねテロップとかいろいろね、ここら辺にねダーンとね、いろんなことできますよ。僕だってね、労働してなきゃものすごくね勉強してやりますよ、そんな暇ないんですからね。ね、そうですよ、温泉好きだ、旅行好きだ、釣り好きだね、何でもいいですよ、女性関係でもいい、風俗好きでもいいですよね、自分が納得いくぐらいまで突き詰められるかっていうのはもう金と時間があるかにかかってますからね、そんなものがないんですから、労働している限りね、皆さん労働否定しましょうね。
まあ、それはいいとして、そうさっきのね住宅問題について ね、納得のいかない、それで、ね、今ネットニュースをねちらっと見たらば、あの何て言うんでしょう、未成年の18歳か19歳ぐらいの女の子が同居する25歳のね男を刺した、逃げ出したい一心で刺して殺したわけですけれども、そういうねニュース、あらひどい話ねなんて思ってたらね、事情が違うんですね。その男の周りのね勤め先とか友人の話を総合してしまえばですよ、その女性の方がメンヘラなわけですよね。薬中という情報もありますけれど、まあね、でも結局のところですよ、もう別れてね、別れたのにもかかわらず青森から上京してきて、未成年なので部屋が借りられずにその男性の部屋で同棲してたと。ほら今タイムリーでしょ、僕が昨日話したことのものすごいタイムリーでしたね。そういうことですよ。だからそういうね、まあその女性がいいか悪いかとかね、その事件のがどっちが悪いかとか、そういう問題じゃなくって、根本的にそのね、その女がその男と別れたいと思って別れたけれども、でもね未成年だし部屋借りられないから同棲せざるを得なかったみたいなところから、このね問題が発生してるわけじゃないですか。その身勝手な女がねすぐ部屋を借りられるっていう状況ならばね、あとはバイトでも何でもね、労働は嫌ですけれどもね、あと売春でも何でもしてね、部屋借りられればいいの、格安でね。それができないんですよ日本っていうのはね。昔からこうなのかよく分かりませんけどね、僕も専門家じゃないですからね。だから昨日話した通りね、そういうね困ってる人とか弱い人とかね、 DV だったりいじめだったり、またはほら家族との仲がいい人たちばかりじゃないでしょ。そういう人が簡単に部屋を借りられれば、こんな殺人事件もね起きなかったわけですから、これは行政の、社会の、政治家の怠慢によるものだと確信しています。ということでね、で、そう、なんか部屋のことばっかり話してますけれどもね、この部屋の問題もそうですけどね、今の日本人、まあ日本人だけじゃないんでしょうけれどもね、なんかこうスケールがね小さくなりがちじゃないですか。その原因の一つに僕はこういうことがあると思うんですよね。そう、後々語りたいと思いますけど、年金の問題とかね、税金の問題とかね、この部屋の貸し借りの問題もそうですけど、人間が自由じゃないですよね、大体ね。そういうことにがんじがらめ、労働だけでも僕は大否定したいのにね、加えてこの社会的なシステムの中に組み込まれるわけですよ。税金、年金ね、弱いものから取り立てるわけですよ。それもまたどうなんだろう、それだけでもかなりの自由度を奪われます。あの部屋の更新もそうですけど、税金もそうですけどね、なんだろうな、僕は境界性知能 IQ が低いからなのか、いつもそういうものが来て理解をね、紙で書式で来てですよ、それを理解するのにすごい時間がかかるんですけど、皆さんどうでしょう、あんな小難しい官僚言葉で書かれてる書類とか見てね、一目見て分かりますか。僕も何十年もそういうのを見続けてきて、毎年
毎年でもないけれども隔年だったりとかいつも面倒くさいなって思ってこう一瞬で理解するということがなかなかできませんよっていうことが世の中で多いじゃないですか。これほんの一例ですよ、僕が今まで話したのは。いろんなところでこういろんな面倒くさい手続きだとか規制だとか法律だとかなんか条例とかね、みんなそんなことを一瞬で理解してね、そんなの当たり前だよみたいな顔してるじゃないですか。それがね、僕はね腹立たしいんですよね。本当はお前らもよく分かってないんだろこの野郎って思うわけですよね。おかしいな、境界性知能 IQ 低いんですかね。僕はね、そういうのを見るたんびに、規制がかけられるたんびにね、手続きしなきゃいけないたんびに戸惑いますけどね。今はね、今はいいですよ、ネットがあるからね、調べればね、どんなアホでもね聞けば答えてくれる知恵袋とかいっぱいありますからね。ネットでね、 Google でも検索するし、ああこういうことなんだとかね。昔僕の若い頃とか少年時代とかも何にもないですからね。ね、知は力なりってよく言ったようなもんでね、やっぱり情報が入ってる入ってないだけで本当にねえらく時間がかかったり嫌な思いをしたりします。そういう世の中になってもなんかね、そういう面倒なことが起きると僕は一瞬で全然理解できないですけどね。そうかね、いや、そういうことがなんか人間のスケールを小さくしてるんじゃないのかな。そのいつもおどおどしたようなね、何かこう常に周りを気にして規制をかけられ、なんか自分は悪いことしてるのかなとかね。僕も人生でよく怒られた方ですけれどもね、なんていうのかな、スケールが小さくなるんだと思うんですよね。もっと自由でおおらかならば人間のスケールも大きくなってね、なんかこうもっと人間がね、懐の広い人たち、心の広い人たちばかりになる気がするんですよね。なんかこうちっちゃなことでもね、なんかレジ袋が有料だとかねなんかちっちゃいことばっかりね、マスクし絶対しなきゃダメだとかね、マスク絶対しなきゃダメだとか、なんかそういうこと、もうわかるけど、わかるんだけれどもね、もう少し緩くてもいいんじゃないのかなって思うわけですよね。僕は自己責任という言葉が大嫌いで、ね、ですけれどもね、ね、それこそ別に自己責任だからいいんじゃないのとね。感染して死ねば周りの人に迷惑をかけるからとかね、ね、環境汚染がとかね、そうなんかね、パワハラセクハラとかね、なんかそういうことをずっと言い続けて、いちいちそういう規制がかかるたんびにこうね、自分をアップデートしていかないといけないわけじゃないですか。古い時代はそんなにアップデートしなくってもね、ここでタバコを吸っちゃいけないとかね、いちいちね気にしなかったじゃないですか。そういうことがものすごい現代って多くなってるじゃないですか。だからそれひっくるめてね、それが人間のスケールを小さくしてるんじゃないのかな、ね、で結果的に嫌な世の中だな、死にたいな、そう。あ、今日もまたね喋りすぎてしまいましたけれども、結局そうなんですよ。そうまたね、一つ二つ思い出したら、またね僕の身近にちょっとねびっくりするような出来事が起きて、それを話そうと思います。もうそういう時間はちょっとないですけれどもね。そう思えばね、そうまた部屋の
か光の問題にまた戻りますけど、そう、人間のスケールのね、なぜ現代人はスケールが小さくなったのかという強引なまとめ方で終わりたいんですけれども、今思い出しました。僕がまだまだ若かった、何十年前、あのね、ちょっとね、風俗嬢とちょっと付き合ってた時代がちょっとだけ、ちょっとほんのちょっとです、ほんのちょっとだけあって、で、あの当時も、まあ今もそうですけどね、なんだ、ほとんど家出娘状態的になんか風俗業界に入って、それでこうまともな部屋も与えられずみたいな、なんかそういうね、なんていうの、裏社会が用意したね、マンションかなんかに住んでみたいな。で、僕と付き合いってなんか僕のところに転がり込んでね、そしたらばその子の友達まで来たんですよ。転がり込んできたんですね、僕の部屋にね。そう、あれは何だろうね、1ヶ月ぐらいかな。そう、僕は両手に花だなと思いながらね、そう、まあその後すぐ別れたんですけどあの、なんて言うんでしょう、そのね、その子も出て行きましたけど、あのその風俗の女の子が連れてきた、まあ風俗なのかよく分かんない女の子とか、だから当時からね、やっぱり未成年というか20代前半みたいなね、こうなかなか、ほら、それこそね、昨日の問題で言ったように保証人の問題だったりとか、職業の問題だったりとかで部屋が借りられない子って思えば昔からいたなと思って、今思い出しました、それをね。そうそうな、そうなんですよ、昔からそうなんですよね。ね、まあそれはそうとしてですよ、とにかく人間のスケールが小さくなるのは、そういういろんなね、ちっちゃい規制が折り重なった上で現代人は小さくなったんじゃないのかな。なんか古い時代がいいとは絶対言いませんよ、僕は。昭和の時代も嫌な思いしてきましたからね、僕はね、まだ小さかったですけどね。懐かしさはあるけれども、あの時代に戻りたいとは思えませんね、一ミリもね。いや、ちょっと戻りたいかな。まあとにかくね、なんかその当時も聞いた話とか、なんかもっと人間がおおらかでね、いい加減で薄汚くて、でもスケールは大きかった気がするんですよね。自分が大人になって、おっさんになってね、周り、僕割と世の中で成功している人たちとも結構話したことがあったりとかするんですけど、なんかね、今ダメ人間たちが多いですけれどもね、ダメ人間たちとの交流の方が多いですけど、でもなんかね、なんか話を聞いてると、なんかあれですよね、やっぱりスケールが小さい気がするんですよね。この子供の頃あった大人たちの話だとかね、ろくでもなさから比べると、なんかね、優等生というかスケールが小さいですよね。うん、そう、ということで今日はなぜ日本人がスケールが小さくなったのか、その原因を私なりに考えてみましたっていうのを後付けでね、今思いつきました。でもスケールが小さくなったのはそういうことなんじゃないのかなってちょっとね思いますね。ね、その小さな問題とか、こういろんな規制とかが、こう人間に覆いかぶさって、いろんなところに気を使わないといけない時代になったから小さくなっちゃったんじゃないのかな。昔の人はだってあれですよ、僕本当に若い時、待ち合わせとかね、お互い家電しかないから
本当に待ち合わせ場所を間違っただけで会えませんからね。そんなこととかね、それぐらいいい加減、今考えるといや間違えちゃったようで済んだっていうおおらかな地雷だったような気がしますね。ということでね、どうもこの最低最悪の呪いのチャンネルを見ていただきありがとうございました。ネガティブマンチャンネルでした。